はい、私の方から、第一点まず、ご報告を申し上げます。1月14、15日の、土日に実施されました大学の入試センターにの試験に関してのことでございます。今回の大学入試センターの試験におきまして、第1日目に地理歴史及び公民における開始時間の遅れや試験問題の配布ミス、また一つは気仙沼高校の試験会場におきまして、英語のリスニングの機器の搬送の漏れにより開始時間が2時間遅れたと、まあ、こういう事案が起こりました。この件について多くの受験生にご迷惑かけたことについては極めて遺憾でございます。この大学入試センターの試験というのは50万人以上の将来の希望を持った受験生が大学を目指して頑張る試験でございますから、受験生をはじめ社会的影響というのは大きいものでございます。この大きさに鑑みまして、昨日私入試センターの理事長に文科省にお越しをいただきまして、まずはこの実態の状況の報告を受けるとともに、受験生が不利益を被らないように受験生の立場に立って適切に対応していただきたい、このことを直接私理事長に強く要請をいたしたところでございます。その上におきまして、今回このようなことが二度と起こらないように徹底した、なぜこういう事案が起こったのかという原因究明と再発防止を進めるように要請をいたしたところでございます。私の立場から申し上げましても、改めて本当は受験生のためにより弾力的な運用ができないかということでやったわけでありますが、そのための事前準備の徹底と、こういう事案が起こったことは私の立場におきましても大変申し訳なく思っております。改めて受験生の皆さん、国民の皆さんにお詫びを申し上げるところでございます。私の方からとりあえず第一点でございます。ありがとうございました。幹事社から3点お願いいたします。はい、今お話しいただきましたセンター試験のトラブルについてなんですけれども、これ58会場の4565人に影響が出るという、はい、過去、最悪という規模のトラブルとなりました。このトラブルについて、文科省としての、その対応状況は今もお聞きしたんですが、その認識と大臣がそもそもその入試システムそのものを含めどこを改善するべきだというふうに考えていらっしゃるかということが1点目です。2点目は、東京都の君が代訴訟で最高裁が減給以上の重い処分は慎重な判断が必要だとの判断を示しました。大阪でも君が代問題に関してはその条例案制定の動きもあるんですけれども、そもそもこのルールについて大臣はどのように考え、判決をどのように受け止めていらっしゃるか、これが2点目です。3点目、スピーディーの予測データを事故直後に米軍に提供したという報道のことが事故調査委員会で昨日明らかになりました。この事実関係とその理由、あと大臣の見解を教えてください。よろしくお願いします。はい、今回のまず第一点目の入試に関しての事案でございますが、今ご指摘の48会場という話もございました。従いまして、これが本当にこの48会場のみなのかというところも含めて今徹底調査を指示をいたしているところでございます。従いまして、先ほど冒頭申し上げましたように、文科省としてはこれ大変大きな問題であると、こういうふうに認識をいたしております。従いまして、徹底原因究明を含めて再発防止という観点からしっかりと、文科省としても、対応を指示したいと、こういうふうに考えているところでございます。2点目は、
君が代の話でございましたか。これは過日の最高裁の、判決とこういうことでございますが、この判決は非常に重いとこういうふうに思っておりまして、尊重すべき、ことであるとこういう、認識でございます。従いましてこれは、生徒さんに対する指導要領の問題と、職務命令とこういう 中での対応でございましたけれども、最高裁の判断、このことは、重く、受け止めなければいけませんし、その上に立って適切にやっぱり処理をしていただきたいとこういうふうに考えているところでございます。3点目の、スピーディーの、件でございますが、文科省としての対応、あるいは、減災の対策本部としての対応等々ありますが、文科省としては、関係機関に、スピードのデータについては、情報提供をしておったとこういうことで、ございましたので、住民より先に米軍に提供したということは、報道されておりますが、文科省の省としての役割と対策本部としての役割と各省に関係省に出しているデータとの、違いが、時間軸の違いはあったとしても、文科省としては、要求されるデータについては、提供しておったということであります。しかし、国民の皆さんに、提供していなかった、このことについて文科省の役割としての自覚責任においてはどうなのかと、こういうご指摘に対しては、真摯に私は、受け止めておかなければならないとこういうふうに考えています。はい、君が代について一点確認なんですけれども、はいはい、これ99年の国旗国家法の成立の時に当時の、はい、小渕首相は国会答弁の中で個々人に強制するものではないというふうに答弁してたと記憶してるんですけれども、はいはい、そもそもそのこのルールについて大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。いや、これはもう国会で、決められたことでありますから、私もその時は本会議場でこれ賛否非常に割れた、法案でございましたが、私は賛成の立場で対応いたしましたけれども、個人の問題とそれぞれの職務命令、それぞれの公共団体における対応等々はそれぞれの立場で適切にそういう考え方のもとにやっていただくと、こういうことが一番好ましいことだと私は思っております。各社さんどうぞ。はい、はい、IWGN に川上と申します、参加させていただきありがとうございます、スピーディーの情報の公開の問題について、お尋ねしたいと思います。米軍からのこれは要請があって、情報をお伝えしたのか、それとも文科省の方からですね、進んで外務省を通じて、情報提供を行ったのか、あるいは外務省からの要請なのか、この米軍に情報を提供するという意思決定について誰がどのような形で関与したのかということ、そしていつどれだけの情報をですね、送ったということ、これまだ大臣になられたばっかりなのでまだ把握されてないかもしれませんけれども、現時点で分かること、また今後ですね明らかにしていただきたいと思うんですが、お話しになれないでしょうか。当初このスピーディーのデータについては、外務省には、配信をしておりませんでした。しかし、外務省の方から、米軍が、友達作戦を含めて支援をしていただけるとこういう状況の中で活動を展開する中での放射性物質の拡散が把握できるデータを提供してほしいとこういう、依頼がございました。そのことに対して14日に外務省への単位線量あたりの、放出計算の結果を提供してきたというのが事実でございます。それは内容はどのようなものか。内容のところについてまで私細かくまだ把握しておりませんが、もし必要であれば次の会見でも、こういうことで提供してきましたということは次の会見でも、お答えをしたいと思います。次の会見でじゃあそれは、はい、結構でございます。内容というのはどういった今のような大臣もおっしゃった通りの拡
発言で、例えば官邸に送られたデータのスピーディーの中にどの部分が送られて、あるいは送られてなかったかということも今問題になっているわけですよね。事故直後官邸にも十分に伝わらなかったスピーディーのデータ、一体米軍に対してはどの内容が伝わったかということを知りたいと思います。意味わかりました。あとすみません、続けてよろしいですか。先ほど住民に対して知らせなかったことは遺憾であるというような、まあ遺憾ということをお使いになっていませんけれども、有志の件です。はい、すみません、スピーディーの件です。はい、この米軍というのはやっぱり他国の軍隊のはずです。これは関係省庁ということで国内の関係機関に、このスピーディー、非常に速やかにですね、情報を知らせるというところは、螺旋がそれはそれなりに行くんですが、なぜ他国の軍隊に、これだけ、速やかに重要な情報が伝わっていて、肝心からめの主権者である国民に伝わらないのか、大変これは大きな問題ではないかと思います。大臣としてもですね、一体主権者は誰なのかというようなことに関して、ご見解をお述べいただきたいと思います。主権者はもちろん国民で、ございます。しかし、こういう被害が、残念ながら結果として、発災をしたということに対して、これは、我が国の政府としての対応が一番、大事であります。その政府の中に、原発に対する対策本部というのが出来上がったわけですが、一義的にはそこが適切にやっぱり対応していくと、こういうことであります。その対応していくための判断をするための情報提供というのは、例えば文科省の立場で言いますとスピーディーという予測システムがあるわけですから、それを、適切に報告をすると、こういう役割だと、思っております。文科省が、文科省の判断で国民に知らせていくということよりも政府としての役割が、第一義だと、こういうふうに思っております。しかし文科省としてもそういうスピーディーというシステムがあるわけですから、それをもっと積極的にこれは出さなきゃいけないと、こういうことを、政府の中で、申し上げてきたかどうか、この辺については私も承知いたしておりませんが、そういうところで今ご指摘あるようなことが、指摘されるとするならば、私どもとしてもそこは真摯に、受け止めておかなければならないと、こういう判断です。官邸に対するですね、情報提供についても、もろもろ情報が飛び交っていてですね、未だによくわからないというのがあります。米軍に対する情報提供がいつどのようなもので、あったのかということと、官邸にいつどのような情報がどれだけ届くように文科省としては伝達されたのかということも合わせちょっと検討してですね、検証してですね、整理して、お伝え願えないでしょうか。少なくともですね、提供の時期につきましては3月の11日に、関係の機関には文科省としては出しております。すべてという言い方は、これは非常に技術的なテクニカルな問題もありますから、その点については少し私は検証いたします。それも含めて、次回了解いたしました。データは掌握すればいいだけですから、今私の手元にないからお伝えできないという、こういうことでございます。はい。大臣、はい。配信部の選択試験についてなんですけれども、今回トラブルがあったのは、地理と公民の配布に絡めて、二冠府受験を同じようにやっている機関については、トラブルが起きているのです、うん、そうすると、分析にしていると、二冊問題冊子があるというところが一つ大きな原因ではないかと。これを一緒にするとかですね、もう無条件に2冊組まれたら、そういった改善、具体的な改善方向につながって、ですから、ご指摘のところもあるかもしれません。ただ2冊一緒に配ったらいいとか云々っていうことも一つのアイデアとしてはあるかもしれません。しかしまず今大事なことはどういうことで起こったのかと、やっぱりきちっと事前の徹底が足りなかったのか、この点も含めてやっぱり検証しておかなきゃいけないと思います。その上で今後どうするかということを対策を打ちたいと、こういうふうに思っています。一つのアイデアとして受け止めておきたいと思います。
はい、毎日新聞の君がこんなにいますけど、はい、君が谷訴訟の斎藤さん入って、はい、ちょっと2つ聞きたいんですけど、はい、先ほども質問がありましたけれども、その、まあ、密葬信条の問題もあるので、まあ、その規律や聖書というのを強制することは望ましくないということは、その認識というのは、まあ、文科省とか政府がまだ維持されているということでよろしいのかということと、あともう一点が、まあ、この3月にはまた卒業シーズン、はい、卒業のシーズンを迎えるんですけれども、それにあたって、何か文科省として、この最高裁判決を踏まえた、うん、通知なり指導というのをしていく予定があるかどうか。基本のところは私は、そういう法律でございますから、その法律の理念にのっとって、対処すべきだと私は、思っております。しかし、入学式とか卒業式における、国家斉唱の実施の方法というのは私は社会通念に、のっとって学校を所管をしている教育委員会学校長の適切な判断で私は対処していくことだと思いますし、教職員が例えば、校長からそういう、職務命令を受けたこういうことであるならば私は当然それに従っていくものだとこういう判断でございます。まあ、職務命令はそれはそれであるでしょうけど、強制まではどうなのかと、強制するのは望ましくないというか、いやいや、だから職務命令ですから、ある意味では要請ですよ、強制ですよ、それは当然だと思います。そのかつてその首相がですね、その強制をすることまではいかがかというような、まあ、認識を示されたんですけど、そういう認識が、まあ、法律は法律としてあるにしても、それは維持されているのかという、いや、それは維持されているという認識でいいんじゃないでしょうか。その前提は社会通念とかそういう考え方のもとに当該の教育委員会が判断したことに対してそれに対する職務命令を出したときには従っていくというのは当然だとこういうことであります。春の卒入学シーズンに向けての対応というのはいかがですか。今私申し上げたことであります。判断は当該の教育委員会、文科省として通知とか指導するつもりはないし、はい、これまでもやってこなかった。それはもう本来のあれは現場でありますから、現場の社会的通念に従って適切に判断していただけると。通念に従わないということになればまたこれ別の状況が出てくると思いますが、今までと同じ考え方のもとに適切にやっていただけると信じております。大臣、すみません、 NHK の報知です。先ほどのニュースセンターの話なんですが、今回の、まあ、店についてはですね、まあ、今調査を文科省としても指示したということですが、そもそもその入試センターでなんでこんなにミスが起きるのかということについて、その、まあ、入試センターそのものがいろいろ仕分けの対象になったりとかですね、まあ、その行革を進めたり、まあ、事業の一部をかなり縮減してやってるようなんですけれど、そういう中でその今回、まあ、本来なら情報伝達とかもっとこれだけの変化になればですね、徹底してやるべきだったと思うんですが、そこができなかったということについて、そういう、まあ、これまでの数年来のですね、その大学入試センターの見直しっていうことがある程度影響しているのでないかっていうことも個人的にはちょっと思ったりもするんですけれど、そのあたりどのようにお考えですか。まだ昨日今日の話でありますし、私はやっぱり根本的なところと今現実に起こった路地における問題なのか根本的な問題なのかということについては、先ほど申し上げましたように、検証しなきゃいけないと思っています。その上で私が一番大事なことは、やっぱり受験生にこの不公平感が起こったり、やっぱり受験生に公正な試験をやっぱりできうる仕組みをやっぱり作ることでありますし、それを担当する職員の皆さんのやっぱり自覚も含めて緊張感を持って、やっぱりそれだけの受験生が受けてくれるわけですから、そういう緊張感も足りないのじゃないかとこういう気がいたしますが、しかし私はそんなことを言ったって何が原因として起こっているのかということはやっぱり検証した上で反省も含めて判断をしたい。今おっしゃったことだと思うんですけど、はい、
そのセンターそのものの組織の在り方みたいなことを、まあ、今回の具体的な検証した上でですけど、はいはい、そこの手をつけられるようなお考えは中身によりますよね。中身による、はい。あくまでもそれはどういう原因で起こったかと、あるいはそのこういうことを防止していくためにはこういう仕組みではダメなんだということがあれば、そういうふうにしてそのことの検討もしなきゃいけないと、またセンターに指示をしなきゃいけないと、お願いをしなきゃいけないと、こう思ってます。今回ちょっと取材していて、そのニュースセンターは大学との共同実施でこのニュースセンターというのを行うと言ってですね、はい、各大学に取材するともう本当に発注を受けた、本当受け手側の認識しかなかったりとか、なんかそのあたりの責任の所在というのが極めて不明確に感じたんです。いや、ですからそういう意味でこの重要性のね、緊張感を含めて当事者がどれだけの緊張感を持ってやっていただいているかという、こういうことにもつながってくると思いますから、そこは今後の対応として結果が出てから私はやりたい。いずれにしてもそういう受験生に、ご迷惑かけたことは私は本当に申し訳ない、こう思います。いかがでしょうか。西日本新聞と申します。大学生の就職内定状況調査の結果が発表されましたけれども、はい、前年同期比では改善していますが、はいはい、過去2番目に低い水準である、はいはい、このことに対する受け止めと、はいはい、政府の今後どういう対応を取られるか、はいはい、就職の内定、私も確かに数字的なところについては、少し改善はされてきているというふうには数字では見えますが、やっぱり内実を含めてやっぱり依然厳しいと、こういう認識に実は立っております。従いましてこういうことを含めて私はもっと、大学側とある意味ではそのハローワークを含めた部分を合わせて、しっかりと支援体制を築いていくことだと、こういうふうに思っておりますし、もっと逆に言いますと、これからまあそういうところは非常に大事なんですが、企業側と大学側ともっと綿密にですね、対応していくようなことが大事ではなかろうかと、こういうふうに私は思っておりまして、今現実も、大学側と各企業側やっておりますが、また我々、文科省としても経産省並びに厚労省関係省庁と合わせてこの問題については非常に次の担い手ですから大事なことだと思ってますので、前向きに、アクティブにやっぱりそのことについては対応していきたいと、こういうふうに思っております。大臣、次ご予定があるようなんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。はい。